青春杉山平助。太陽に臨んだ砂丘の上に白い結核病棟がある。5月の太陽が青い海をも銀色の砂丘をもさんさんと輝かしていた。男の患者も女の患者も日よけ帽をかぶって波打ち際に並び、会場から渡ってくる無菌の空気をやめる肺いっぱいに吸い込んだ。彼らの裏若い学生は退屈するとお互いのあだ名を呼び合い、食いかけのパン切れを投げ合って笑った。平野伸介が憔悴しきって東京の学校の寄宿舎からこの療養所へやってきて、周りに見出したものはこうした雰囲気だったのである。これは彼には意外な発見だった。まるで目をつぶっていやらしい場所へでも踏み込んでいくような気持ちで彼はここへやってきたのである。自分が結核と宣告されてから結核患者に対する彼の嫌悪と反発は深いものになっていた。そのいやらしい仲間が大勢集まっているところへ、健康な学生コースから脱落して落ち込んでいくことに彼は屈辱と敗北感を覚えていた。診察が済んでから各病室の入院料金表に目を通すと、彼は少しの躊躇もなく費用のかさむ一人室のところを指で押さえて看護婦に言った。ここら辺の部屋にしてください。誰にも顔を見られたくなかった。ましていやらしい同病患者と朝から晩まで顔を見合わせているなんてたまらない。そこで食事には食堂へ出なければならないことを告げられた時は顔をこわばらせて声を変えたのである。どうしても出なきゃいけないんですか？この部屋で一人で食べるわけにはいかないんですか？それはお熱が出たり活血なさったりして安静の必要のある時はお膳を運んで差し上げます。ですけどあなたの今のご容態では皆さんとご一緒に食堂で召し上がった方が食欲も進みましょう。とんでもない、20人の結核患者がずらりと並んで飯を食ってる図なんてものは彼に江戸川アラン・ポーの短編を連想させた。それは深夜の伝染病地域で巨大なサイズジ頭を持ったペスト王を中心に気味の悪い病魔の眷属どもが死人の獅子を生かじりにしながら血の酒をすすって狂宴を張るという陰惨な空想であった。そこで最初の日、食事の時刻が告げられた時は胸が詰まりそうだった。それは単純に決まりが悪くもあったんだ。学校以外の世間というものを知らないこの19歳の青年はどこか老成した風格を備えながら実際はひどいはにかみ屋であった。しかし食堂で彼の見出したのは予想とはまるでかけ離れた明るい光景であった。スイートピーの切り花が透明なガラス瓶に投げ込まれた卓を囲んで、一重を着込んだ男たちやセルに琥珀色の帯を締めた若い奥さんなどが屈託なさそうに談笑しながら、肉に麦飯にパンにバターに卵に牛乳と詰め込んでいた。そこには新助の考えてきたような色青ざめた肺病患者は一人も見出せなかった。1、2ヶ月のうちに彼の顔つきはまるで人が変わったように、皮膚は赤みを帯び、頬は丸みを持って膨らみ上がってきた。これは病院の規則正しい生活と安静や栄養やオゾン等々の結果であったが、それに精神的条件もまた彼に幸いした。ここには中産階級のあらゆる年齢と職業の人物が見られ、彼はその成熟した人々と同じ食卓につき、
対等の世間人として扱われるのである。これは彼を有頂天にした。最後に彼を上機嫌にさせた最も重要な要素は異性との接触であった。食堂の入り口で、廊下で、至る所で行き交う女性の香りと緩やかな声が彼を酔わせた。たちまちのうちに彼は片っ端から恋のようなものを感じてしまった。入院の日に彼を部屋に案内してくれた雑誌婦を皮切りに、女事務員が彼を呼び止めて薬瓶を渡してくれたというだけですぐにその人に夢中になり、次にはどこかの奥さんが切り花を下げて歩いていく品のいい後ろ姿にカッとなってしまうというふうで、四五人の女性を目まぐるしく遍歴した後、彼の恋心は雅子の上に定着したのであった。有名な大会社のお嬢さんは特等室を占めていた。その部屋の扉の間からちらっと眺められる内部は、窓際に並んだ人形や赤や青のテープの飾り付けなどのためおとぎ話めいた空気が漂っていた。その部屋の中から痩せたおさげ髪の雅子がニッケルのかわいい洗面器を抱えて出てくるのを見るのはひどく神秘的な感じがした。新助にとってこの青白い天使は遠くから眺めて崇拝してなければならない存在であった。だからある日、隣室の高等学校の生徒の葉山から雅子の部屋へ遊びに行かないかと誘われた時は、天国からの呼び出し状でも見たように飛び上がったのである。行ってもいいかい、僕が。いいも悪いもないさ。雅子さんが君を連れてきてくれと言ってるんだよ。あの部屋には東京から桃の缶詰とビスケットが届いているんだ。二人で大いに食っちまってやろうじゃないか。自分とほぼ同年齢でいながら、夫人たちの前で少しもはにかむところもなく、冗談さえ言うことのできる葉山を、新助は密かに嫉妬していたのであるが、それだけに、この男と一緒なら気が強いというようなところもあった。葉山に引きずられて、おずおずと雅子の部屋に入っていくと、雅子は両手を広げて喜んだ。よく見ると、雅子は決して器量のいい娘ではなかった。頬骨の張った顔はそばかすだらけだし、愛嬌に乏しい一重まぶたはややつるし上がっていた。しかし、幼年時代に貧しい八百屋に預けられ、裸足で往来を歩いていた経験を持つ新助には、この生粋の富豪の娘は強い酒のように頭をぐらぐらさせた。ことに雅子が葉山より自分の方により多く話しかけてくることが、彼に上ずった声を出させるのであった。しかしこの天使はまだ子供だったのだ。学校のことをしゃべって笑い声を立てているかと思うと急に沈み込んで病気の話を始めるのであった。その日は木曜日で、学校から帰るとピアノのお稽古へ行かなければならないでしょう。だから私、おやつのパインアップルを大急ぎにいただいてから着物を着替えようとしていると、急に胸のところが苦しくなってきてと言いさして、雅子は新助の目を見入り、二本の指で胸から喉へ何かこみ上げてくるような仕草をしてみせた。お母さんがすぐと洗面器を持ってきてくださいましたの。なんという社交慣れた話ぶりだろう。やっぱりいい家に育っているから違うんだな。その夜、新助はベッドへ潜り込んで、雅子の言葉とその表情を思い出しながら缶に耐えかねたようになっていた。しかし雅子が葉山より自分の方に余計に気があるらしいなんて、どんなに虫のいいうぬぼれに過ぎないかは、
その後2、3日のうちに分からせられてしまった。退屈しきっている16歳の少女にとっては、目の前に現れるどんな男性でも少しでも新しい方に興味を示すものだなどということは彼には思いもよらない内幕であった。葉山は葉山で、女の前に出れば尻込みばかりする新助を雅子の前に連れ出すことによって、自分の優越性をより誇示しうるチャンスをつかんだに過ぎなかった。こういう形勢のところへ、葉山の病気が悪化して突然と遠く離れた病者の方へ転出させられてしまったという事件が起こったのだから、新助が密かな悦楽の情を抑えることのできなかったのも無理がない次第と言わなければならぬ。その日の食堂では、近隣から不幸な遭難者でも出したように、誰も彼も興奮して葉山のことばかり話し合った。あの人は近頃すっぽんのエキスとかなんとか変なもの飲んでなかったかい？あれがいけなかったんだよ。そんなことありますか？それなら僕だって飲んでる。なーに、そうじゃない。彼はこの前の日曜に東京へ行って3日も泊まってきた。あれが触ったのに違いないというような騒ぎ。この中で新助が密かに痛快に思えたのは、葉山の被った核も大きな打撃を見ながら、雅子がいつも通り平静にパンをちぎって牛乳に浸しながら時々笑い声さえ立てていることである。葉山がいなくなってから1週間ぐらいは、雅子も寂しさを紛らすためか新助に親しんできたが、間もなく飽きてしまったように、近頃では新助から誘いに行っても、私今日少しだるいの、だから安静にしてるわ、ごめんなさいね、とベッドに寝転がったままくだらない大衆雑誌か何かを読みふけている。それよりももっと新助を苛立たせたのは、新しく現れるどんな男性にも興味を示す彼女の太刀であった。新助たちのいる描写は一つの塔に男も女も収容されていたが、そこから庭一つを隔てて軽症の男子ばかり、大学生から中学生まで集めて Z 室と呼ばれる病室があった。その窓からは応援歌や涼歌が漏れ、時には政治や文学についての議論が聞こえ、まるで高等学校の寄宿舎みたいな感じがあふれていた。その Z 病室にいる水野という青年に、雅子が密かに御意のあることを彼は嗅ぎつけて反問していた。新助の腐った気持ちをさらに腐らせるかのように梅雨がやってきた。海は鉛のように鈍い光を帯びて眠り、松林の奥には青ざめたキノコが傘を広げていた。このすすい色の空気の中に一筋の光のように、皮膚の白い青江が新しく入院してきたことは、新助の心持ちに天気を与えてくれた。女学校の寄宿舎からやってきた青江は、やはり新助と同じようにこれまで近づくことのできなかった異性に接触することに喜びを感じたのであろう。わずか四五日の間に男の患者の誰とも親しげに口を聞くような間柄になっていた。新助が朝の洗面所で歯を磨いていると、彼女も脇へ並んで歯を磨きながら、一年も前から知っているもののように、平野さん、お熱は下がりましたの？と話しかけてきたのである。前の日に2分か3分の熱のあることを誰かが訴えていたのを、彼女はちゃんと聞いて覚えていたらしかった。彼女はたちまちのうちに、新助が周りの人々から悪気のない青年として親しまれながらも軽くあしらわれているのを見て取った。そして彼女もその線に沿うて新助との関係を結ぼうとしてきたのであるが、新助は必死になって彼女にはもう少し厳粛に自分を取り扱わせようと心を砕くのであった。
彼は自分の兵へ遊びに来た青江を捕まえては運動競技で取ったメダルを見せたり、さらに難解な哲学書や外国語の書物をわざわざ東京から取り寄せて机の上にずらりと並べたりするような必死の努力のおかげで、彼に対する青江の態度は幾分か厳粛になってきた。彼はまた自分と雅子の間には特別な親しさがあるように青江に見せかけ、雅子の部屋へ心安そうに出たり入ったりしてみせた。すると青江は少しの遠慮もなく彼と雅子の仲間に加わってきたので、雅子もまた青江さえいれば不器用な新助と差し向かいでいる圧迫から免れると感じたためか、新助を避けないようになる。その後三人はいつも一緒に時間を過ごすようになった。朝のうちの雨が午後からカラッと晴れる時など、新助は青江と雅子の間に挟まれて海端を歩いていくと、回復していく健康の自覚とあてもなく高ぶりたいような青春の誇りにうわーっと絶叫しながら走り出したくなる衝動に襲われるのであった。その後間もなくして雅子は退院していってしまった。その翌朝、彼は青江と二人で海端を歩いた。砂丘の上には霧が漂って涼しい空気がヒヤヒヤと肌を撫でた。彼の胸の中にはシベリアの北風が吹いている。寂しいわ、雅子さんがいらっしゃらなくって。ふとささやく青江の声に胸の中を見透かされたように彼はぎくりとした。その後、青江と新助の間にはこれまでにないしんみりとした感情が発生してきた。彼女は彼の着物のほころびを不器用な手つきで縫い、彼がベッドの上に寝転んで口述する手紙を秘書のように筆記したりした。青江もまた決して美しい娘ではなかった。色は白かったが髪は赤く、体つきは男のように直線的で、それがセルの着物を着ているのでエモンザオのように見えた。毎週の金曜日に外来患者として雅子が診察を受けに病院へ来たが、その日に限って朝からそわそわして落ち着きのない新助を青江は見てと。新助は時間を見計らっては診察室の前を通りかかり、思いがけず雅子を見出したというふうに立ち話をすることに生きがいを感じていた。日の変わりやすい雅子は日によって飛びつくように彼にもつれてくることもあれば、そっけない会釈をしたまま横を向いてしまうこともあり、その結果次第によって彼は有頂天になったり絶望的な顔つきになったりした。このありさまを見て取った青江は、自分というものが新助にとって寂しい時の一杯のコーヒー代わりぐらいにしか利用されていないのに気がついて、復讐的な気持ちの動き出したのも無理のないところだったであろう。彼女は持ち前の自由な態度で新助以外の男性たちとも盛んに交際をし始めた。そのうち Z 病室の方にまで出かけて新助と同じ年頃の学生どもを相手にすることを覚え始めたのである。ある日彼女はそれまでの話とはまるっきり関係なしにふと言い出したことがある。オスカー・ワイルドのドリアン・グレー読んだことあります？いや、まだ見ていない。 Z 室の細田さんは読んでますよ。新助は頭のてっぺんで爆弾の炸裂するのを感じた。ひどく狼狽して記憶の武器庫を駆け巡り、ようやくワイニンゲルを探し出すと手榴弾のように投げ返した。とても若くして自殺した素晴らしい天才だがね、実に鋭い本です。誰か Z 室で読んでるのはあるかしら。かくして Z 病室の者と新助は廊下で会うと目のピストルを発射し合い、
お互いに相手を踏み伏せようとする者の言いようをするようになってきた。しかしこの張り合いでは新助の方が分が悪かった。何と言っても相手は多勢であり、こちらはたった一人である。彼も仲間が欲しかった。そこで遠い描写の葉山のことを思い出して、青江を捕まえてはしきりに親友葉山のことを話して聞かせるようになっていた。葉山は大変な秀才で、実に聡明な男らしい性格を持った人物として、彼は青江に語った。惜しいですわね、そんな人の病気がそんなに悪くなるなんて。まったく惜しいものさ。僕は非常に仲良くしていたし、彼も僕を認めていてくれたようだが、あれだけの男はめったにいやしないと思う。Z 病室の連中なんぞタマになったってあの男にかないっこないさ。彼は青江の顔つきから、これで完全にあの連中をノックアウトしてのけたと心ひそかに北総へまずにはいられなかった。しかしその勝利に酔う期間は短かった。その後青江はぱったり部屋へ来なくなった。この予想しなかった結果に新助は我慢がしきれず、こっそりと Z 病室へ行ってみると、そこにも青江の姿は見えないので胸をなで下ろした。しかしさらなる嫌な予感に促され、長い廊下を渡って久しぶりに葉山の病室の扉を開けてみると、そこには案の定枕元の椅子に青江が澄まして座り込み、葉山とはまるで生まれた時から知り合っているような親しさで笑い合っているところだった。いや、久しぶりのご来光だね。すっかり衰弱した葉山はそれでもひどくご機嫌で、新助を見ると白い歯を見せて笑った。今大いに君の噂を聞いていたところさ。そうかい、それは結構だね。新助は青江を尻目にかけてじろりと眺めた。いくら悪口を言われたって僕は平気な人間さ。悪口じゃないよねえ青江さん。まあここへかけて話さないか。おかけなさいよ、あなたの悪口なんか誰が言うもんですか。と青江のやつは自分がそこの女主人でもあるように立ち上がった椅子を進めるのであった。僕はちょっと用があって通りかかっただけなんだ。じゃあまた大事にしたまえ。新助は極めて静かにそこを出た。しかし内心はまるで炎のよう、思いがけずに妻の不審を見せつけられた男でもあるようにまっしぐらに海岸へ飛び出した。そして砂浜をめちゃくちゃに歩き回り、心の中ではあらゆる罵声を青江に向かって浴びせていた。しかしそのうちに煮えくり返った感情も次第に弱まってきて、ようやく砂の上に腰を下ろした。そしてぼんやりと海を眺めていると、一体自分は雅子にあれだけの熱情を抱きながら、どうしてまたそれほど気にもしていない青江の一挙一動にこれほど惨めに感情を支配されるのか、消しがたいこととして考えられてくるのであった。やがて激しい夏がやってきた。どの病室も扉を開けっぱなしてすだれを吊るし、その中に病人たちは規則延々とあえいでいた。毎日水平線の彼方から強い南風が吹いてきて、深緑の海は大きなうねりを起こし、とどろくような強勢を上げて砂浜に崩れ、白い泡を跳ね返した。熱い灰のような砂丘には繊維の強い草がキラキラと剣のようにひらめいている。が、やがて一日の休戦の旗が振られたかのよう夕暮れがやってくる。風はぱったりやみ、松林の中にも垣根に沿った小道にも青ざめた月見草の花が
一斉に開いた。見よ、その月見草の咲く道を細長い白木の箱が人の肩に担がれていく。箱の中には葉山が横たわっていた。三日三晩呼吸困難でのたうち回った挙句、二十歳の若い生命を彼はついに神の手にまで変換したのである。5、6人の患者と看護婦が棺を見送っていた。その中には新助も立っていた。棺は車に乗せられて静かに裏門を出ていった。周りでひそひそとささやき声がする。お気の毒だわね。おしいわね。ずいぶんと学校もできた人なんですってね。お母さんひどく泣いてらしたわ。新助は一言も発しなかった。一人になって考えたくて彼はいつしか海股に立っていた。長い間忘れていた祈るような気持ちが胸の奥底からこみ上げて、青春のもろさよ、命の儚さよ、我が命もまた見舞いに捧げます。ただ我が命を塵のごとくには散らさないでくださいまし。どんな役に立たなくとも、どんな小さな仕事でも、何かにお使いくださいまし。彼は苦い涙を落として彼の青春の日の祈りを祈った。日頃の青江や雅子を相手としての自分のうつけた軽薄な生活に耐え難い堅固の念を持って